今回はお手軽にフライパンで蒸すだけ簡単、ざく切りキャベツのゆだり鶏の作り方を紹介します。たっぷりの薬味と山椒が効いたタレをかけていただきます。それでは作っていきましょう。主な材料は鶏胸肉1枚、ざく切りにしたキャベツ4分の1玉、ネギ大さじ1、ニンニク生姜みじん切り各小さじ1、すりごま大さじ1です。鶏胸肉は軟骨がついているが取り除きます。この辺りについているので刃先を入れ切り取ります。厚みがあると火が通るのに時間がかかるため、真ん中に包丁を入れ開いておきます。全体の厚みが均等になるようにしていきます。余分な脂肪などがあったら取り除いておきます。鶏肉に塩コショウ、酒を少量ずつ振りかけ下味をつけます。全体に広がるようにして下味をつけます。青ネギと生姜の皮をのせラップをして30分くらい熱かせておきます。キャベツはよく洗って水切りをしておきます。表面に少し水が残ってくらいがありそうです。フライパンにキャベツを敷き詰め、その上に皮を下にして鶏肉をのせます。キャベツに軽く塩とごま油を振りかけておきます。フライパンに火をつけ中火にします。蓋をして10分くらい蒸していきます。10分したら蓋を開け、火の通り具合を確認します。箸を刺して中から透き通った汁が出てくれば OK です。そうしたら火を止め少し蒸らしておきます。砂糖小さじ1を入れます。酢を大さじ1と醤油大さじ1を入れます。鶏肉の蒸し汁を大さじ1入れよく混ぜ合わせておきます。鶏肉は食べやすい大きさにカットしていきます。斜めにそぎ切りにして食べ応えのあるように少し大きめにカットします。蒸したキャベツを皿に盛り付け、その上にカットした鶏肉を乗せていきます。鍋に少量の油を入れ、豆板醤小さじ2分の1を入れます。生姜を入れ、軽く炒めます。
せておいた調味料を入れます。ネギとすりごまも入れ、一度沸かせれば OK です。タレを鶏肉とキャベツの上にかけていきます。最後にホワイヤーを軽く振りかければ完成です。これでフライパンで蒸すだけで簡単にできるよだれ鶏の完成です。よかったらお試しください。このチャンネルでは簡単なまかない料理や本格的な中華料理の作り方を紹介しています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄にお願いします。最後まで見ていただきありがとうございます。また次回よろしくお願いいたします。